ビューティフルラブの B フラットセブンってどこが発射されてますか？ビューティフルラブちょっと覚えてない。あ、違う違う。あれなんだっけ？ああ、47かな。多分47ですよね。はい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 。はいはい、これ、あ、そうそう、じゃあこの話しましょうか。ちょっと iPad 使って、せっかくなんで。ちょっと5分ぐらいこの話しますね。47、これ枯葉もそうなんですけど、ビューティフルラブはキー D マイナーで、B フラット7、A7、D マイナーみたいな。こういう進行があるんですよ。で、ダイアトニック的には本当はここって B フラットメジャー7じゃないですか。要するに丸の内サディスティック進行です。で、この4メジャー7が47に変わってることが結構あって、これがこっち、これ。で、これ音が何変わってるかっていうと、メジャー7度がマイナー7度に変わってます。B フラットから見たこの音がこの音に変わってます。A の音が A フラに変わってます。で、これは本来のメジャー、F メジャーから見ると、1メジャーから見ると、メジャー3がマイナー3に変わってますね。この感じ分かります？これブルースと一緒です。4がメジャー7じゃなくて、4がセブンスに変わるとマイナー3になるんですよ、1から見た。なので1マイナーペンタっていうか、まあブルージーになりますよね。ブルースの要素が入ったって感じかな。まあ自分的な覚え方としては。ブルースの47みたいな。ちなみに D マイナーから見るとフラット5です。普通の5がフラット5に変わってます。なので、まあ何かって言われると、セカンダリードミナントではないです。まずセカンダリードミナントっていうのは、ドミナントモーションするためにセブンスに変化したやつなんで、これは違います。で、2度セブンでもなくて、まあちょっとブルージーな要素が入った4番目みたいな感じかな。いや、これは、まあ自分の覚え解釈の仕方を今紹介しただけなんで、ちゃんとした音楽用語はないんですけど、これでどうですか？枯葉でもありますよ。枯葉の最後って、G マイナーに対して、E フラットセブン、D セブン、G マイナー、これありますよね。これも E フラットメジャーセブンだったら普通なんですけど、これが E フラットメジャーセブンが E フラットセブン。そうすると G マイナーから見ると、このフラットファイブの音が入るので、割とここで G マイナーペンタとかで弾くとよく合います。